でね、ちょっとお家にいない。電波悪いっぽいから Wi-Fi 切りました。嘘、ホテルの Wi-Fi だったけど切ってみた。どうですか？ Wi-Fi なしだと安定してますか？どう？見えた？見えてる？とっちゃん、すまんてさん、たかしんさん、さわってさん、ありがとう。しんいちさん、これなんだ、ぼんぼり。ありがとう。ゆうたくお断りです。いっくん、お疲れ。アイスレモンさん、麦田ピポさん、大吉さん、かんさん、こんぺいとう、ゆうたくん、ひしもち、あ、おひなさまタイム。イェイ！ずれた。ありがとうございました。間に合わなかった。神さん、ありがとう。おひなさま。すごかった。いつもかぶるシリーズタイミング 気づくタイミング遅すぎて、すぐ終わっちゃう。やっほー。お腹すいた。でも今日は食べれないんです。明日まで。おみかんさん、ありがとうございます。あ、落ちた。終わっちまったぜ。夜ご飯は、新幹線の中で食べちゃって、今日めっちゃ食べたの。夜食べれない。今お仕事あったんですけど、そのお仕事の時間的に食べれないかもと思って、新幹線食べすぎて、早く食べすぎてお腹空いたけど、ちょっともう、今日は、結構食べたし、食料もないし、慢です。そう、メンバーから今日広島で地震があった時あったんですけど、広島でとか愛媛であったらしくて、広島も揺れたみたいで、そう、メンバーからね、連絡来た時、私は新幹線にいたからさ、びっくりして、メンバーにも大丈夫って送ったりしたんけど、私はそういなくて、今もしかしたら心配してくださった方がいたら、私はそう、ちょうどいない時だったので大丈夫でした。皆さんも大丈夫でしょうか？ね、結構ね、揺れたらしいですね。そう、ちょうどね、広島出発した後ぐらいにメンバーの連絡で知って。そうなのよ。あ、ギフト、ありがとうございます、たくさん。どこまで読めてたんだろう。しんいちさん、お断りです。にしさん、お疲れ。かんさん、ケイト、もちはださん、さとこさん、ハト。さゆっちょさん、いっくん、じんらいさん、みかんさん、しゅんぼうさん、こんぺいとう、ありがとう。じんらいさん、ぼんぼり、ありがとう。おみかんさん、お疲れ。まるさん、だるまと、ハト。しんちゃんさん、ケイト。まっちゃんです、お断りです。ロスゴルーペアドレスさん、ぼんぼりありがとう。マリオ2さん、しんいちさん、コンペイト、トニーさん、花束、モン吉さん、ハート、クロさん、お疲れ、アキモさん、ケイト、コウジさん、ハート、しゅんちゃん、お断りです。アルテミスさん、ハート、ヤスオくん、コンペイト、藤岡猫ニャーさん、ハート、帝国さん、ハート、ありがとう。福ちゃん、アイス、ありがとう。フレーベさん、ケイト、白熊さん、コンペイト、おだしさん、ひろさん、レネさん、たくやさん。ケイトありがとう。ズーシミさん、ハートありがとう。スケオさん、アイス、トールさん、コンペイト、ヒロさん、お断りです。ありがとうございます。こんばんは。あ、メール来た。そう、今日新幹線で寝たから夜寝れるかちょっと不安。でも早起きなので寝なければなりません。メール来た。 ありがとうございます、撮ってくださって ありがとう。今日めっちゃ風強かったですね。広島も強かったけど、
今東京いるんですけどね、東京もめっちゃ強くて全国的に強いんですかね。どうなんだろう。どう？みんなが住んでるとこも風強かったですか？もう本当にね、びっくりするぐらい、もう髪こんなもうこんななるぐらい吹いてて、風がね、寒かった。明日さらに、え、そうなの？もっと強くなるの？結構今日強かったけど、高み目指されてんの？風に。コウさん、お断りです、ね、びっくりした。ショートに見える？嘘、見える？確かにショートにも見える。本当だね。石川先輩、お断りです。コカチアさん、ハットありがとう。なんかさ、やっぱ昨日撮ったの話し会で若干声がね、かすれてる気がするんですよね。若干今ホテルでこう声が響いてるっていうのはあると思うんですけど、なんかちょっと若干ね、声違う気もして。カズキさん、ケイトありがとう。ハットもありがとう。しんいちさん、回復薬ありがとう。ワイのせいではない。映したか。ね、はしゃぎすぎちゃったかも。ビーディーマンさん、ハート、デザイスハートさん、コンペイトありがとう。アメちゃんもちろん同行してますよ、私。しかも、2種類持ってきた。まず1個目、いつものこれ。そして、これ。です。いちごちゃんにもらったやつと、もう、この、今年入ってからこれ食べるの3袋目です。パセリからの通知来なくなった。なんで？なんでよ、オフにしとるんやろ。パセリのだけ。なんでよ。SSS さん、ハートありがとう。長崎のおじさん、コウさん、ハートありがとう。トシさん、コンペイトありがとう。レフトさん、コンペイトありがとう。加湿器のニックネーム？なんだっけ、もくもくくん。もくもくくんです。でも、お話し会で昨日、ちょっと、もくもくくんだと嫉妬するので、もくもくさんにしてくださいと言われたから、もくもくさんになりました。ちょっと、ゴロリがいそうな名前です。伝わるかな？もくもくさんだと、ちょっと、ゴロリ味があるんですけど、ハサミチョキチョキしないタイプのやつです。もくもくテトリスさん、ケイト、サーチュさん、コンペイトありがとう。はさみチョキ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 、話しやすいし、また行きます。やったー、やったね。また来てください。あの、次の幕張が無理なら次のシングルが出るまで待たんといけんけど、ぜひいつでも待ってます。としさん、ありがとう。こんばんは。あ、でも意外と寝れそうかも。いや、短め配信じゃないよ。だってさ、早く配信終わったらお風呂入んないといけないから。いや、どうしよう。悩むな。1時間。1時間にしよう。いや、そっか、1時間したら11時か。いや、でも、新幹線寝すぎたから、ちょっと。もう今寝れなくて。そうね、23時付近までしようかな。眠くなるまで付き合ってもらおうかな。
しゅんさん、コンペーターありがとう。明日早いけどさ、寝ちゃったから寝れないんですよ。しかも早いと思っちゃうと寝れなくて余計にね、寝れないからね、寝なきゃ寝なきゃって思って。そう、新幹線乗るとね、しかも結構寝たいよ。レッスンの後に移動だったから、でさ、昨日一昨日も早かったし、それで結構新幹線寝れちゃって夜がね、怪しいよね。そう、人多かったです。今日もやっぱ3連休で、有休とかかな、4連休にした人がいたのかな。めっちゃ多くてさ、私 A だったよ、珍しく。今日 A やったけど B も C も知らない方いた。あー、圧迫感って感じでした。キャリーケース持った人も多かったです。めっちゃ多かった。でね、コンビニ、広島駅のコンビニで、なんか鶏肉、焼き鳥の塩みたいなパックに入ってるやつ買ったんよ。セブンイレブンの、なんて言うんですかね、あれ、お惣菜の、あの棒の焼き鳥じゃなくてパックに入って焼き鳥買ったんよ。でそれの箸もらうの忘れて、セルフレジで行ってしまったから箸もらうの忘れて手で食べた。しかもさ、それ温めなきゃいけないけど温めてないから、油がもう溶けてないわけですよね。プリプリの油がついたやつをそのまま食べたけ、結構ね、来ましたね、油がね。あきらさん、ハートありがとう。だるままありがとう。こうさん、ケイトありがとう。マクールさん、マフラー。ジャーパングさん、コンペイト。阿部ひろしさん、ケイトありがとう。おさん、あったか配信ありがとう。ゴンタくん、え、ゴロリの仲間ゴンタ。ニットありがとう。ノブローさん、ハートありがとう。タカシンさん、シャトルありがとう。ブンさん、ケイト。ミッチお断りです。ミヤビーさん、ケイト。私のお断りの速さ。いや、セルフレジにもね、箸あったんですけどね、もらい忘れた、シンプルに。いや、本当は新幹線食べる予定じゃなくて、そう、なんで買ったんだって話だけど、ホテル着いてから食べようかなとか思って買ったけど、ちょっと新幹線でお腹空いて食べちゃったんよ。そらすよかさん、マフラーありがとう。そう、セーターなんですよ。だから明日荷物が増えます。セーターの分さ、荷物が帰り増えちゃう。モコモコでかさばる。冬って本当にそういうとこ嫌なんですよね。こういうどっかにお泊まる仕事の時に荷物がかさばってモコモコします。いや、本当にキャリーとかでも埋まるだけどね。圧縮のやつ使ってます、私。だから明日着る服なんですけど、 T シャツなんだけど、圧縮の、わかる、このキャリー用の圧縮のやつをね、掃除機がいらないの、これ。踏んづけるの、自分の体重に身を任せて踏んづけるやつを使って、最近は荷物をね、なるべくコンパクトにしようと思って。みつさん、ケイちゃんありがとう。ありがとう。スタジオのミニマロンさん、アイスありがとう。千人肉美味しかった。え、でも千人肉は初めて見ました。パッケージ、ここでも見たことのない珍しいパッケージでした。クロさん、コンペイト、オさん、お疲れ。おみかんさん、ケイトありがとう。そうなんだよね。え、そう、シワ問題もあるんだよね。そうなんよ、本当にね。え、そう、帰りとかも
構荷物なんかさ、聞いてや、明日ねメイクさんがいらっしゃるって知らなくて、今日が自分メイクだったから、今日もまず、じゃ今日の話からします。今日広島でね、レッスン前に髪の毛とメイクしたんよ。でも風が強すぎたのと、レッスンでボサボサだったけん、また家でアイロンし直して、ちょっとブラシで綺麗にして来たんですよ。でもまたさ、その駅に向かうまでも強風で、結局このボサボサ、本当にボサボサだって。で、明日はメイクさんがいらっしゃらないかと思ってたから、このヘアアイロンとこのスプレーと結構な荷物をね、このバッグのスペースを奪われながら来たら、まさかの明日メイクさんいらっしゃるらしくて、そう、ただ私は広島から東京にヘアアイロンとスプレーを持参しただけの人になっちゃって、使わない。この前も同じことあったんですよね。いや、これちっちゃいやつないの。私このスプレーじゃないと前髪固まんなくて、これ、見て、この最強なの、1から10までやって、この10の一番固まる、ちょっと高級な、メイクさんとかが使ってるやつだから、これミニサイズがないけんさ、これ持ってくるしかなくて。そうなの。普通のじゃね、ちょっと、固定されんくって、これを愛用しています。そうなんですよ。なんならメイク道具もメイクさんに借りたらよかったって思うぐらい、めっちゃ重い。私は荷物で一番重いのメイク道具ね。なんだかんだ重たい。瓶とかが、瓶の重さがある。田辺さん、ぼんぼりありがとう。しんいちさん、コンペイトありがとう。しゅんさん、キットとコンペイトありがとう。むさしさん、ハト。ジャパングさん、みふねさん、コンペイトありがとう。あるさん、ハトありがとう。そう、トリエ店。トリエです。明日の仕事は何でしょうね。言えません。こんばんは。今日はでもいっぱい食べたからキムチがこの前メールで送ったんですけど、この4年間5年間キムチ買うの我慢しとったけど、この前そばに乗せたくて買ったんですよ、ついに。で、そのキムチの期限今日までだったから、家を出てくる前にレッスン終わりにキムチを完食してきて、明日朝起きたらもしかしたらキムチで顔パンパンかもしれん。昨日も DD に優しかったです、ありがとう。こちらこそ、これからも何卒よろしくお願いいたします。いつもありがとう。しかもいつも来るたびに乗ってくれるありがとう。また会おうね。昨日がお話し会って感じがしない？なんか不思議、なんか全然最近会ってないぐらいの気持ちになるなんでだ。エジリン、ハト、ゴンメイさん、ボンボリありがとう。クロさん、ケイトありがとう。眠くないよ、全然。眠くなくて困ってる。そうなの？新幹線で寝すぎて眠くない。なんでこれ退信してるかっていうと、ちょっと、ホテルだから画角が、スマホスタンドがないから遠くて、ちょっと、もうこの画角嫌だから。こうやってやってるけど眠くはないです。ヨーマイクさん、ケイトありがとう。キムチでむくむよ、めっちゃ。しかも今日餃子も3個食べて、あと新幹線鶏肉食べて、あと何食べた、野菜も食べましたよ、ちゃんと。そう、
今日は夜が食べれなかったから早めにいっぱい食べ過ぎちゃって、今が原ペコです。トシヤさん、バラありがとう。あざとさを覚えたのかと思った。違います。違いました。いいよねこのセーター、気に入って買ったんです。柄が、こういう柄のセーターいいなーって、冬っぽくていいなーってちょうど欲しくて、去年の冬年末ぐらいだっけな、買ったの。めっちゃ良いです。生地感もなんか優しい生地感でお気に入りです。めっちゃ着ちゃう。そう、誕生日の時もこれ着てた。あったかいよ、めちゃくちゃいいですよ、おすすめです。アウトレットで出会いました、広島の。アシーさん、ケイタありがとう。王将行ったの、いいね王将。私はあの味の素の冷凍餃子を12個入りなんですけど、我慢して我慢して3個にしました。だから帰ったらまだあります。めっちゃ美味しかった。水と油がいらないやつ、すごくない？水と油なしで羽が作れるんだよ。羽も美味しかったです、パリパリしてて。小林さん、ハートありがとう。私 ST 入った時さ、餃子ばっか食べてたんよ。餃子とキャベツ一玉を食べてて、パセリのさ、最近時たま話すあの加入時の偏食というか、その節約を履き違えた、節約とダイエット履き違えた時代の食生活ね、いろいろトマトだけとかいろいろあるんだけど、その時はハマったのがあのチルドの餃子、冷蔵のコーナーにある餃子とキャベツ一玉を一日で食べるっていうのにハマってて、満腹になるじゃんキャベツって。でキャベツを飽きたら炒めて、で肉とかあのお好み焼きの粉とかなしでキャベツだけにお好みソースとマヨネーズかけるみたいなやつ食べとったけど、意外とソースカロリー高いけんダメだと思ってやめました。そうキャベツ生活してました。でも切るのがめんどくさくなってやめました。なんかこういう話するとなんかさ、その何、研究生だったからそのお金が今よりなかったからと思われがちだけど、そうじゃなくてシンプルに切るのがめんどくさいし、包丁とまな板洗うのめんどくさくなってやめました。ただの私のやる気のなさに、うん、そういうなんかたまたまそのなんか昇格したとかそういうタイミングが合わさってきた、やる気がどんどん、やる気のこうバロメーターっていうの、それと昇格が同じぐらいでやめたって感じ。キャベツね、ブロッコリーにハマった時もありましたね。でも高くなってやめましたね。カットキャベツ、そうカットキャベツとはまたなんか違うんですよ。カットキャベツはさ、なんか現れて栄養がどうなのかみたいなのを見てから、ああそっかって、あの出先とかは食べますよ。新幹線とかレッスンの休憩とかやったらもうカットキャベツいっぱい食べるけど、家の時はなるべくあの玉のキャベツなんていうんですか、生のキャベツで生活してましたね。最近は全然買いませんねキャベツ。ちょっと冷蔵庫がね場所取るんでね、買わなくなっちゃいましたね。お疲れ様です。いやえ、買ったんだよねキャベツの千切りにするピーラー。一回も使ってない。
キャベツのブームが終わるときに届いたからもう使わずに眠ってます。キャベツピーラー313お断りです。アンバさんありがとう。フィリップさんコンペートありがとう。ありがとう。背中が痛くなってきた、この体勢。うん、一旦休憩。ほえ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 。さっき歩きすぎて腰がやばいから歩くのをちょっとストップしてます。最近のパセリ情報。しんどくはないんですよ。近い方が私もいいし、でもなんか肩が、なぜか肩が、腰じゃなくて肩が、こっちの肩が、こうテレビがねここにあるけん、ね、こうなんか体勢かな、こうしたらいいか、こうしよう。うん、違う違う。昨日ありがとうございました。こちらこそお元気で。とても悲しいよね、本当に。気が向いたらショールームはぜひ見に来てくださいね。本当に昨日の話し会は、やっぱ広島に住んでたり広島付近の方はさ、卒業メンバーのラスト話し会って方が多くて、なんかもうそう、メンバーの別れもあるけど、そういうメンバーの単押しだった人たちの別れ、 DD の人は残るけど単押しのとか、もう一押しと同時にって方とか、そういう方々がありがとうって、お世話になりましたって。そう、 DD の人は残るよそうなの。だけどさ、本当にいなくなる方々はもう一生会えないかもと思ったらもう悲しいね。そう、またどこかで見ていてくださいね。本当に、いやそうよ、そうね、沖さんとかみちさん、そう、楽しい多いイメージ、なんか推しメン絶対みたいな人多い。他人事風、そうだね、大事にしますよDD は宝だ。 DD どんとこい。自分のファンの人が DD になるのは絶対に許さないけど、 DD がこのパセリレーンとかパセリルームに来るのはウェルカムな人です都合のいい、自分に都合のいいことだけ OK。 こんばんは、良平さんありがとう。新一さんも断りです。そうだよ、ほう、本当に昨日はね、リチャ3期生のリチャの最終活動日でもあって、そう、あのセレモニーもあったんですよ。いちごちゃんが号泣してた。本人よりも、いや、いちごちゃんが辞めるんかってぐらいいちごちゃんが号泣してて。でもやっぱ二人仲いいイメージあったし、まださ、三期生と一緒に活動することあまりないんだけど、プライベートでね、道端で会うとき大体いちごちゃんとりちゃんが一緒にいたりとか、スーパーで遭遇するとき大体二人一緒に行ったりして、遠くから挨拶してくれたりとかしてて、だからさ、ね、泣くだろうねって、そりゃそうよね、寂しくなるよねって思って、ね。でも、あれよ、さっきはみんなさ、それぞれが、こう、仲良しって感じだから、いろんなコンビがあるって感じする。
ね、みんな社交的です。昨日もいっぱい喋りました。なんかいちごちゃんとなんかよだれが膨らんじゃった今よだれの風船みたいなのできちゃった。つられのお得を極めます。よろしくね。本当にダメだぞ。ああ、初期のヤンとパン。本当にさ、初期のヤンとパンのあの信頼関係、すごいからね。なんか、パンちゃんと仲良くなりたくてさ、いっぱいアタックしたけど、全然なんか、ああ、心開かれてないんだろうな、みたいな感じだったんですよ。本当、初期の頃、あ、サーに抱き見せる顔があるんだ、みたいな、なんか勝手に失恋してて、私。本当に初期の初期。本当にね、どうしても仲良くなりたかったんよ。好みすぎて。パンちゃんのことが。マポスさん、マフラーありがとう。キョンシュさん、ありがとう。そうなの。やっぱね、顔もタイプですし、思考って歯じゃないですよ。歯の、ゴミみたいなやつじゃなくて、考え方の方。思考もすごく好きで尊敬しているので、パンコのことは大好きです。しかも面白いし大好きです。パン配信した頃、いや、あの時はまだ心開いてない気がする。パンちゃん、私にわかんない、これ本人にしかわかんない。思考好き。やっぱね、思考好きなんだよね。気持ち悪すぎるやろ、そんな。私。愛ちゃん、ハートありがとう。思考は、ないでお願いします。ないのがタイプです。パンコの歌も好きよ、私。かわいい。まさかさん、ケイトありがとう。わかった。なんで喋りづらいか。ここ、喉をこうやって手で押さえてるからだ。そうだ。スケモンさん、バラありがとう。ユウナの涙袋触りました。触られようとしたからお断りしました。なんでかって言うと、私は、メイクでできた涙袋だからお断りしました。ユウナの涙袋、いいですね。うん、ブクブクで。人の涙袋触るの好きなんだよね。リコチの涙袋もいいよね。ソタロウのやつもいいね。ぷっくり涙袋をね、見るの好きなんよ。アチチュードさん、コンペイトーありがとう。見たことないパセリ。なんで？見たことないパセリとは？どんな？デレデレ？おこおこ？ブチギレ？なんだ？スタロー。スタローが帰った後だった気がする。いや、違うな。ユウナンがさ、喋りかけてくれたんだけど、本当にマネージャーさんがもう帰るよみたいな、急いで帰るよみたいな時に話しかけてきて、本当に全然喋れてないんですよ。写真だけ撮りました。もう帰らなきゃなんですみたいなタイミング。本当に、もう行くよみたいな。早く荷物を取って帰るよみたいな時に、そう、私はまだお話し会があって、楽屋でのんびりしてて、ユウナン話しかけてくれたと思ったから話そうと思ったら、もう帰らなきゃみたいなタイミングだったから、全然会話はできなくて、ただ涙袋座って写真撮っただけでした。だからまた今度ゆっくり話します。そうなのよ。まあ、でもさ、お話し会ね、休み時間とかもタイミング人によって違ったりするしね。ねえ、シュンさん、水色魂さん、コンペイトーありがとう。涙袋。みんなも触ってみてはいかがでしょうか。
座ったらできんだよ。でも先端恐怖症とかの人に触ろうとしたら絶対やばいよね。怖い。そういうの気をつけなきゃ、ちゃんと。マポーサさん、コンペットとケットありがとう。大五郎さん、ハートありがとう。ひーちゃんのことが好きな？ゆうなん。へえ、私も昨日ひーちゃんに、好きって言っちゃった。私人に好きって言うことないんですよね。なんかアイドルってさ、萌え台詞とかですからさ、すぐ好きって言うじゃないですか。でも好きを安売りするの良くないと思って。好きを安売りしたら、みんなに、皆さんのこと好きですって言うときも、なんか流されそうだから私、大好きはもっと言わないけど、好きもそんな、ご飯とかには言うけどさ、メールとか見返してみてほしい。好きっていう言葉は本当に、ご飯系のやつとかにしか書いてないかもしれないぐらい、あんまりそんな使わないんですけど、昨日ひーちゃんに言っちゃったんですよ。出ちゃったんですよ。出ちゃったんだよね。なんかね、今度のフェスがあるんだけど、その動画を撮った時のひーちゃんがめっちゃ可愛くて、多分それいつか公開されるはずなんですけどね。可愛くてね。しかも練習頑張ってて、けなげ、なんか、うんって、なんか失敗した時とかにする表情がなんか、うんって、なんか、けなげってなっちゃって、可愛くて。今までは、明るいから、私と住む世界が違うから、私と仲良くしてくれるかな、みたいな、思ってたんよ。でも、そう。もうね、愛おしいですね。いや、3期みんな可愛いですね。そう、なんか、母の心。いや、でもね、包み込まれる安心感があります。ひーちゃんの子供に生まれたいって思ってる。気持ち悪いと思われちゃう。ひーちゃんの子供に生まれたい。絶対に包容力があっていいと思うんだよね。しかも社交的になりそう、ひーちゃんの元で育ったら。絶対に激ヤバ先輩と思われるけど、それくらい好きが溢れてしまって、そう、好きをあまり言わない私がついね言っちゃいましたね。思想能楼さん、ボンボリありがとう。産みたいよりも生まれたいというか育てられたいっていうか、うん、そういう気持ちになります。なんて言うんですかね、本当にぬくもり、母のぬくもりみたいな、そういう、なんだろう、明るいんだけど落ち着いてるんだよね。うん、それがすごくいいです。これから二人で長崎仕事をたくさんできたらな、いいな。ね、でも3期生は今この前も話したんですけど、インプレッション数のやつをしてるからさ、一人を上げたりするとなんか自分的に申し訳なくって、だからさ、それが前も話したんだけどね、詳しく。そうね、なんですかね、そう、みんなとのやつを毎回載せるわけにいかないのがもどかしくて、それがね。そうなんよ、昇格かかってるし、昇格ってさ人生変えるじゃん、結構多分。
私は全員昇格だったからちょっとあれだけど、またわかんないけど、難しくて、そこがね、悩みどころですね。そう、3人ですね。そうなんよ。そう、話したいこととかあっても連絡先もまだわかんないから、こういうショールームとかを通したりとかじゃないと難しいのでね。ショールーム、電子バトの出番なんだよね、こういう時に。悔しい。普段電子バトのこと嫌ってるけど、電子バトがこういう時に役立ったりするから悔しいですね。ふぅ。ハトメ。そう、特別枠もあるんよ。そう。そうなのよ。ハトがパタパタ飛んでっちゃう。あ、そうそうそう、ショールームイベントもメンバーが応援するのはダメなんですよ。ギフトとか投げたりするのダメだし、どのイベントの時も私は誰を応援してくださいって言わないようにしてるのと一緒で、みんな応援してます。この子がとかを作らないように平等に見んといけみんなは自分のなんか合いそうなメンバーとかを応援してください。何のイベントの時も、ショールームも七並べとかも何でも聞かれてもね、そう答えれないけん、パセリの同期だから誰々ちゃんとかそういうのでも全然いいけど、私からは何も言えないのでね。ね、3期生応援していいですか？ん？推しメンってことですか？それはダメです。ノー。これ以上増えてもらっても。あ、でも、減ったり増えたりなのか。それ困ったな。卒業したら推しメンにカウントされないシステムとしたら、補充みたいな感じなんですか？要検討です。許可を出すか要検討です。ちょっと肩痛くなってきちゃった。はい、やっほー、みんな後ろで手振ってるよ。冒頭にも言ったけど、タウンシとかの人が DD するのは嫌だけど、 DD が来るのは大関係です。右手、タオシの特典、タオシの特典、お話し会をいろんなメンバーに行かなくていいから、自分がパセリとこのマイス話したいなっていうので、お財布と、もうお財布そこでちゃんと蓋閉じれる。でも推しが多いと、パセリはこのマイス、誰々ちゃんはこのマイスって言って、一生お財布を開きっぱなしになっちゃったり、グッズも、グッズとかさ、受注の時はいいけど、受注じゃない時とかに何時からだけど、誰々ちゃんのやつも欲しいし、誰々ちゃんのも欲しいってなったら、結構バタバタしちゃったりとか、ファンクラブだったりそういうのも、やっぱね、費用かさみますし、あとイベント被ったり、私のこの前のファンクラブイベントが、広島で、あったよ、いろいろ、スタジオメンバーの歌のイベントとか、そういう時とかも、どっちを優先するか問題とか出ちゃうし、
今度博多でフェスがあるんですけど、その時沖前公園かぶってますっていう人いたしそういう皆さんが日頃ね、単押しだったらこんなこと悩まなくてよかったのにっていうところがありますね。でも単押しじゃない人のメリットは、推し面が例えば卒業とか何かあったりした時に落ち込む負担というか、その落ち込みを他の推し面でちょっと慰められるというか、そういう時とか、あとこの前実際にそう言ってる人がいたんですけど、お話し会で、あの会場とか遠征先に着いた時に休演とかお休みのお知らせが出た時に他のメンバーの予定があると、ただの交通費だけにならないっていう、ちゃんと他の目的もあるからいいっていうのも言ってましたね。ああ、みんながみんなそれぞれ頑張っておたかつしてください。大木さんとみちさん、え、でもさ、二人とも芸能活動続けてくれるから、これからも二人を応援する。でもそしたら STU にいなくなるってことか。でもさ、最近ありがちなのが、推しが卒業したから次の推し面をこの子にしようと思ったらその子も卒業発表しちゃったみたいなやつ、最近よく聞くので難しいよね、それは。今ね、難しいよな。そこで私にしてくださいって言わないとこがちょっとパセリっぽいパセリっぽいかもしれないって今自分で思った。かぶり物タイムが来た。ありがとう。山猫坊主さん、ありがとう。イエーイ。ね、みんなそれぞれのやり方で応援してください。ダーソックさん、コンペットありがとう。しゅんさん、コンペットありがとう。木ごとに作ってる人が多い気がする、 STU って。推しメンガミックさん、ハート。陣代さん、ハート。マー君、お断り。あきもさん、ハート。グラさん、ケイト。ワウワウさん、お疲れ、ありがとう。パセリやめない、めっちゃ言われる、やめないよ。え、私がさ、ショールームで、あの、個人ファンクラブのさ、個人ファンクラブ開設メンバーが卒業してる疑惑についてさ、散々説明したのに、まだ昨日も言われて、あれってやっぱり卒業を決めたメンバーができてるんですかってまだ言われて、違うよって。息をする心の時に発表が決まったから、その発足決まったから、10枚目シングルの今期間だけど、それより前に個人ファンクラブのやつ発表されたから、ただその時の選抜からできてる時でって言ったのに、まだその疑ってる人がいて、まあそうなんよね、まあ、そうなんですけどね、まあ、事実はあるけど、だからあの、やめさせようとしないでください、私のことを。本当に雪メロディーさん、お断りです。お断りよ、養う自信がないわ私はもう家族何人分養えないわ。こんばんは。そうだよ、憶測で物事を語るんじゃないね。そういうのを信じちゃう人がいるんですよ、見ちゃって、そういうの噂を。だから心の中に留めておいてください。
何でも、ね、こんばんは。FER さん、ハットギフトありがとう。臆測で語るな。そうだよ。自分自身で確かめてみろだよ。しのさん、ケイトありがとう。そう、今ファンクラブのブログ書いてるの。今日の行きの新幹線で書いてたの。そうなんや、ちょうどその話をね、さっきマネージャーさんともしてたんですよね。そうなんよ。でもメールとさ、分けるのが難しくて、やっぱあそこのブログはイベントごとの時にあげるやつにしようってなってたから、そう、イベントごとが次バスツアーだから次バスツアーにしようねって言ってたけど、さすがに期間空きすぎてて2月。だから、そう。バレンタインのやつあげようと思ったけどさ、それもなんかさ、やっぱ限られた人数のやつだから、動画とブログと両方よりも動画だけの方にあげようと思ってて、ちゃんと忘れてるわけじゃないので安心してください。すいません、フォトの方ばっかりになっちゃってる。動画もね、ちゃんとぼかし問題の件もマネージャーさんに相談して対応していただけるみたいなのでお願いしようかなって、自力でちょっとね頑張っとったんやけど、ちょっとキリがなくて、ぼかし問題がお願いしようかなって思ってます。なんか自分なんかさ、こんな動画編集とかをすると思ってなかったから、アイドルになって、ね、みんな申し訳ないです。本当話し会でもいっぱい全然声見れてないからってめっちゃ言われて、申し訳ない気持ちになりました。ごめんよ。私もみんなに見てもらいたいので、また次決まったらぜひお待ちしております。今いろんな公演が、沖前公演とかさ、いろいろイベントことがあったりで、多分みんなのスケジュール問題とかもあるし、だからちょっと待っててください。本当にもうごめんなさいです。ね、総木さん卒業前にマイカーがありますように、本当よ、ありますように、待っててね。そう、みんなが牧体に行かないか、うん、ファセリ出ないから、もう牧体に行ってやるって言っても、牧体の条例にならないかが、もうそれだけが心配です。いやー、4月以降、4月以降だったらでも大木さんがいなくなっちゃう。どっちにも行きますそうだね、どっちにも行くよね。ではまたクアトロで会おうね、まあ、ギワントでもね、ブルーライブでもだけど、ブルーライブ違う、ギワントか、ギワント有名になったから、昨日の鬼レンチャンに出て、ゲワントホールがアクセス数が伸びたらしいですよ、ホームページすごいね、おもろかったグラフねビヨーンって伸びてました。やっぱすごいな、池田優はすごいな。ハルさん、ケイト、ありがとう。トロさん、ハットありがとう。ツアーも楽しみ。全部出れるか、どこの会場なのかとかはまだわからないけど、楽しみ。ストーチを回れるぜ。イエイイエイ。嬉しいぜ。バスツアーも淡路島、久々に行けるの嬉しい。淡路島行くの本当に3年ぶりとか、そんぐらいですよ、私。やったよ。前回淡路島でナルト渦妹と出会ったから、
本当に好きな場所ですね。景色も綺麗だし楽しみです。バスツアーミニライブも、うん、アイドルできるよ。しょうさん、ケイタありがとう。日曜日ありがとう。こちらこそありがとう。そう、前はみほりんとりこちとロケに行ったんよ。学ランとセーラー服で学ランとセーラー服でさ、ずーっと兵庫県をロケしてて恥ずかしかったですね。めっちゃ見られたりして。楽しんでくる。楽しんでまたいろんなとこにイベント出れ行けるように頑張ってくるぜ。頑張ります。道の駅ツアーしたいって言ってるんよ。私ずっとずっと言ってますよ。高崎彩子のやつの時も収録かなんかか、休憩時間かなかなんかで言ったけど、うん、でも道の駅巡りが趣味のメンバー私以外多分いないからダメかも、一人になっちゃう。ファンクラブイベントで行くしかないかも。イベント行くと個性が一人一人出るから推し増えそうで怖い。あー、わかります。そうなんだよね。全然気になってなかったメンバーのこと好きになったりしちゃうからね。そうなんだよね。でもそれでパセリ推しになった人も今ルームに行ったりするからね、難しいよね。気になるって、この子気になるから行ってみようって思って帰りは全然違う子を推しててよくあるやつや。なんか行きは友達だったけど帰りは彼女だったみたいなやつあるじゃないですか。じゃなくて行きはパセリだったけど帰りはリコチだった。最悪なんだけど。いや、わかる。でも公園って本当に、私も公園がいいと思うよ。推しを見つけるなら公園がいいと思います。配信とかでも見れるし、やっぱり、うん、公園やっぱアイドルだし。リバイバル配信いっぱいあるかな。なんか卒業メンバーがいる時ってさ、リバイバルあったりするじゃん、過去の公演の DMM で。もしかして過去の沖さんとか見れちゃったりするの見たいな。あるかな。でも余計切なくなっちゃうね。ももちゃんとか、ももちゃんとかだったらパセリが映ってる率も高そうかも。僕隊とかが選ばれたらどうかな、わかんないけどね。あるといいですね。でもアーナの時もあったよね確か。あるかな、あるかな。推しのいない公園行くとたまに新たな推しが見つかる。うん、そうやって増えていったんですね。ほう、うん、ほうほう。だから常にうちをたくさん持っているのですね。ん？ドラフト会議？ソちゃんが赤ちゃんの頃やん。サラハさんって指原さんに、ね、選んでもらったんでしょ？藤原さんの期待の星で加入したってよく聞きますよ、いろんな方からね。兵庫、淡路島。淡路島以外、私さ早く空港行きたいです。神戸空港ブロッコリー見に行きたい。ブロッコリー、ブロッコリー行きたい。リバイバル、パセリが太ってない時期のやつがいいです太ってないパセリの時代がいい。あ、でも沖さんとやった短日植物の公演、
痛いですね。あの日はずっと浮かれてたからな。だから PR 舞台のさ、公演が DMM じゃなかったんよね。STU チャンネルでの配信だったからリバイバルないのがちょっと、そう。狼とプライド見たいです。また。ね。研究生時代は激太り時期やから。ちょっと僕隊の映像を見ると、まるまるってなってる。ゼータ、コンペイトありがとう。何がいいかな。ああ、セルアミ。セルアミみたいな。ブチギレパセリ。ひまわりパちゃん。高崎彩子の2月10日の僕隊初日やん。パセリがポニーテールして、ひまわりで麦わら帽子かぶるならポニーテールはもうしないでくださいって言われた例の。それからしばらくポニーテールができなかったでおなじみの初日やん。パセリの初日公演。本当の初日は2月2日のツインテールの日ですね。手足の長さ。そう、どんくらい長かった？でもルフィには負けるかも。みんな長い。アカリンさんとかも。長い。ね、でも自分の手足長いと思ったことないけどさ、そう言ってもらえるのは嬉しい。なんかね、今昔の自分の映像とか見ると、わー、力こもってんな、なんか力がこもりすぎて肩が上がってるってよく言われとったよ、研究生の時とか。特にそういうのが分かんなかったよ、自分的には。んーってやる気の証拠だよとか思ってたんですけど確かに本当にそうだったけどね。初日メンバーじゃない分出れる回数も少ないから、出れる時にもう全力出さなきゃじゃんとか思ってたけどさ、確かに力こもりすぎて、なんかタイミングが、そう、振りのタイミングとかもなんか早すぎたりとかしてて、ちょっとね、過去にタイムスリップして一旦落ち着きなって言いたい。本当にさ、悔しさから来るその力のこもり具合みたいなのが見ててわかるんですよ。もし今後公開されることがあったらぜひ見てほしいんですけど。だからしなやかな感じになりたくて、マイキューさんとかアオイさんとか見て研究中です。研究、身近に先輩とかがいてくださるから研究できてありがたいですね。そういう落ち着きなかったから本当にもう騒がしい、なんか喋りが騒がしいとかじゃなくてさ、振りが騒がしい。定点映像とかで見ても一人だけ飛びすぎてたもん。明らかになんか揃える気あるみたいな。揃える気がないわけじゃなかったけどさ、なんかやる気に満ち溢れすぎて周りが見えてなかったかもです、その時は。きっかけだった。どうですか実際、変わってる振り。あ、ビンゴのパセリ、そうだよ、私が言ったのビンゴのパセリやばいから。力こもりすぎて拳の出てき方がもうやばいですね。終わる時間、終わる時間なの。阿部寛さん、レインボースター、マーシー、お断りです。断り。59分。じゃあ終わりましょう。また明日夜配信しますね。寝れるかな？全然眠くならなかった、最後まで。ただ目が乾燥しただけでした。うん。じゃあ誕生日見ますよ。うん、頑張ってお風呂入る。ダメだよ。いつものパセリは、ここで配信切った瞬間に、お母さんとかに電話かけるんよ。お母さんが電話出てくれなくなったら、佐太郎にかけるんよ。
ワセリーが電話かけないように見張っといてください。じゃあ壇上行きます。お風呂頑張るぞの気持ちを込めて壇上行きます。13位ポンタくん、ジロくん。12位スプマンテさん。あ、待って、ポンタくんってさ、あのローソンの、ローソンのってこと？もしかして。12位スプマンテさん。11位トニーさん。10位クワドリさん。9位シュンさん。8位シンイチさん。7位カメさん。6位マーシー。5位ヤマネコ坊主さん。4位オさん。3位マポスさん。2位おみかんさん。1位ゆうたくん。ありがとうございました。ポンタくん絶対私がさっきワクワクさんの話したから、ありがとうございました。頑張るよ。ちょっと今日さ、怖いテレビとかあったらみんな教えて。パセリ、あのホテルの時テレビつけないと寝れないから、怖いテレビやったらちゃんと注意しといて。私に何時の何チャンネルはやめときなって、お化けが出るよって言ってください。よろしく。じゃあお風呂頑張りましょう。みんなも一回入った人はまた入ってね。じゃあおやすみなさい。また明日です。バイバーイ。今上がった人はまた入ってください。バイバーイ。またねー。